やっほー。やっほー。さて、平安時代の話になるとほぼ必ず言っていいほど聞く言葉といえば、武士、他にもあるだろ。え、陰、陰、聖、聖、陰聖。そう、陰聖。めちゃくちゃ言わされた感があるけど、陰聖か。確かに聞いたことあるわね。この陰聖、ざっくりと説明すると、攘夷によって後継者に皇位を譲った太政天皇、いわゆる上皇や、出家した上皇である法皇などが天皇に代わって政務を行う政治形態なわけだけど、そもそもなんでこんな仕組みを作ったのか気にならない？まあ確かに天皇の方が本来権力ありそうな気がするし、なんでわざわざ上位してまで院政を行ったのか気にはなるわね。ということで今回は院政について、なぜ始まって終わったのか、その歴史を簡単に解説していこうと思うんだ。まあ地味に気になるわね。ではでは。まずはこの、院政というものが行われ始める以前のこの頃の朝廷は、主に藤原氏による摂関政治が行われていたんだ。摂関政治？聞いたことはあるけど、特に藤原氏一族、中でも藤原北家の人たちは積極的に天皇に娘を嫁がせたりしてたんだけど、それには大きなメリットがあったんだ。なんだ？もし生まれた子供が天皇になった場合、自身は天皇の母親の一族にあたる外戚になったり、天皇の外祖父という立場を手に入れることができたんだ。天皇のおじいちゃんになれるのはすごいわね。こうして天皇が幼かったり、病弱で政治を行うことができない場合はその立場を活かして、天皇を補佐しながら政治の重要事を判断する摂政になったり、成人した天皇の場合はその補佐をする官白として政務を行うことで、藤原氏が代々政治の実権を握ってる政治形態だったんだ。それを摂関政治っていうわけね。そして代々摂政官白を輩出し続けた家系のことを、摂関家って呼んだりするよ。藤原摂関家って呼んだりするのはそういうことだったのね。だけどそんな中、1068年には後三条天皇が即位することになるんだけど、後三条天皇は、宇田天皇以来約170年ぶりに藤原北家を外戚に持たない天皇だったんだ。約270年もずっと藤原北家が外戚にいたことに驚きだわ。そしてここから、外戚の地位を得ることによってその権力を保っていた藤原氏の摂関政治も、少しずつ揺らぎ始めることになるんだ。なんだなんだ。後三条天皇は即位すると、藤原摂関家が政権を独占していた状態の打破に動き出したみたいで、反摂関家だった供養や中級貴族などを多く登用。さらに天皇が自ら政務を行う申請を行い、積極的な政治改革を行ったんだ。なんとかして本来の天皇の権力を取り戻そうとしてる感じね。中でも、この頃摂関家領と称する違法な荘園が諸国に出現してたことで、地方諸国の国司がなかなか徴税が行えない事態が頻発してたんだ。租税が免除されたり役人が立ち入ることができない不輸不入の権ってのがあったもんね。税収も減っちゃうわ。そこで後三条天皇は遠急の荘園整理令といって、違法な荘園を停止させたりするために荘園の審査を行ったり、基準に合わない荘園の停止などに動き出したんだけど、なんとこの荘園整理令は、摂関家領や大寺社領も審査の対象になったから、基準に満たなくて没収された荘園もあったみたいで、摂関家の経済基盤もこの荘園整理令で大打撃を受けたとも言われてるぜ。なかなか思い切ったことをしたわね。そんな感じで藤原摂関家を外戚に持たなかった後三条天皇は、徐々に藤原摂関家の力を削いで、天皇の権力を取り戻そうとしてたんだけど、一方で摂関家側も天皇とは外戚関係もなかったから、対抗しようもなかったんだ。ぐぬぬぬぬってなってそうね。さらに後三条天皇は第一王子の定仁親王へ上位をして太政天皇となり、こうして白川天皇が即位することになるんだけど、同時に後三条天皇は藤原摂関家を外戚に持たない自身の第二王子、実仁親王を次期皇位継承者の皇太帝にして、藤原摂関家による摂関政治が再び力を持つことを阻止しようとしたんだ。なかなか抜かりないわね。だけど後三条天皇は上位の翌年には病に倒れ、なんと崩御してしまうんだ。とんでもないタイミングで、こうして白川天皇の時代となるんだけど、白川天皇は、次期天皇が実仁親王ということが不満だった。自分の子を天皇にしたいでしょうしね。さらに後三条天皇は亡くなる前に、実仁親王が即位した後には、その弟にあたる助仁親王を皇太帝とするよう遺言してたんだけど、それも不満だった。その次の天皇まで決められちゃってた感じだったのね。そして1085年、なんと実仁親王がわずか15歳という若さで亡くなってしまう。これまたとんでもないタイミング。すると、白川天皇は後三条天皇の遺言を無視、なんと自分の子供の樽仁親王を皇太子に立て、その日のうちに皇太子への上位を宣言、こうして堀川天皇を即位させたんだ。やっちゃった。
遺言を見事に無視。そして太上天皇となった白河上皇は、8歳という幼い天皇を後見するために自ら政務を取り、ここで院政というものが出現することになるんだけど、実はもともと白河上皇は、初めから積極的に自身で政務を取って院政を行おうとは思ってはいなかったと言われてるんだ。どういうこと？本来は早期に上位することで、自身の子たちに皇位を独占させて皇位継承の安定化を図り、弟たちに皇位継承を断念させる意図だったと言われてて、当初白河上皇は、摂政だった藤原の諸実と相談して政策を遂行したり、堀川天皇が成人して関白も藤原の諸道に変わると、上皇が政治に関与することに批判的な諸道が積極的に堀川天皇に協力してたみたいで、一方の白河上皇も堀川天皇が成人したことで後見の役目も終えてたし、この頃第一皇女の安子内親王の法要期に失家、白河法皇は政務への意欲を失っていたとも言われてて、もはや堀川天皇も白河法皇には相談を行わないこともあったりといった感じで、神聖に近い状態だったとも言われてるんだ。なのになんで白河法皇が政務を取ることになったの？そんな中、堀川天皇を支えてた関白の藤原の諸道が38歳で亡くなってしまうと、藤原の忠真が後継者となったんだけど、22歳と若かったし、堀川天皇を補佐できるほどではなかったから、こうなると当然堀川天皇は若い忠真ではなく、白河法皇に政務を相談するようになり、白河法皇が摂関に代わる天皇の補佐機能を果たすようになっていったことで、本格的に院政が行われることになり、白河法皇は天皇家の当主、四天の君として本来の天皇の権限をも執行するようにもなっていくんだ。結果的にそうなっちゃった感じだったのね。ちなみに後の時代には複数の上皇が併存することもあったけど、四天になれるのは一人だけだぜ。例外もあったけど、天皇位を経験していることや現天皇の直系存続じゃないとなれなかったぜ。それが原因で争いも生まれそうね。さて、そんな中で1107年に堀川天皇が崩御。その後堀川天皇の子にあたる、鳥羽天皇がわずか5歳で即位するんだけど、当然幼すぎて政務を行うことはできないし、実際の政務は白河法皇が取ることになったことで、さらに権力は集中していくことになるんだ。また見事なタイミングで堀川天皇も崩御しちゃったわね。でも院政院政って言うけど、どんな仕組みだったの？まず、院政を行う上皇や法皇は自身の政務機関として院の長というものを設置。さらにこの院の長には院士と呼ばれる職員が所属してるんだけど、これは主に中流貴族が任命されることが多かったみたい。これも藤原摂関家といった上級貴族の政治的影響力が低下する原因にもなってそうね。ちなみに院士を含む中流貴族の中からは、上皇や法皇といった地点の側近として権勢を振るう者も現れるようになったんだけど、こういった側近やその集団のことを、院の近臣って呼んだりするぜ。地点の側近になれるなんて大出世ね。そして上皇や法皇の政治意思や命令なんかが院士に伝えられると、院前や院の長下し組という命令文書を発給したりしたんだ。院前、院の長下し組？よく聞くけどいまいち何なのかわからないやつね。院前っていうのは、どちらかといえば非公式の私的な性格が強かったみたいで、即効的、または柔軟な対応が必要な時に発給してた文書なんだ。ほうほう。そして一方で院の長下し組と呼ばれる文書は、院前よりも公的性が高いものなんだけど、天皇が公に意思を表示する文書にあたる省直や、律令制における最高国家機関にあたる太政官が、管轄下の諸官庁や諸国外発令した正式な公文書にあたる太政官府、こういったものと同等の効力を持つものとして取り扱われるようになっていったそうだぜ。院前が私的に出す命令書のようなもので、院の長下し組は院の長から正式に出された上皇の命令書みたいなものか。まあざっくりといえばそんな感じだな。さらに白河法皇は院直属の軍事組織として、北面の武士というものを創設したんだ。これもまた有名なやつだわ。これは、院御所の北面に詰めて、上皇や法皇の身辺護衛や外出のお供をした武士のことなんだけど、この北面の武士に平野政盛や、その子にあたる忠盛が登用されて、武士の地位を上昇させていったから、忠盛の子にあたる平野清盛たち平家の台頭にも繋がってるんだ。そこにも繋がっていくのね。さらにこれだけ白河法皇が力を持つようになると、女医や地獄にも大きく介入したりして、近住の多くを見入りの多い国の頭領に任じたり、人事権をも掌握し始めたんだ。頭領？頭領っていうのは国司の中でも実際に現地赴任する最高責任者みたいな感じ。現地に行かない国司もいたの？いたんだぜ。領民国司って言うんだけど、そういう国司は目代と呼ばれる代理人を現地へ派遣して現地支配を行ったんだ。そうだったのね。さらにこの頃、治療国制度というものが登場するんだけど、これはざっくりと言うと、皇族や上級貴族、寺社などに一国の支配権にあたる治療権を与えて、
その国からの収益を得られるようにした制度なんだけど、この頃になると荘園が増えた影響なんかで朝廷の収入が減ったこともあって、貴族たちの給料どうすりゃいいんだって感じになってたんだ。そりゃ大変だわ。そこで朝廷は彼らに治療国主として一国の支配権を与え、その国からの収入を得させようと考えたんだ。どうやって？治療国主は自身の側近や近親者を国司に推薦、そして収益の一部を収入としていることができたんだ。ん？そんなに国司って儲かるの？国司の中には、その権威を利用して本来朝廷に納める以上の税を集めて、差分を自分の懐に入れる人もいたから、なかなか儲かる役職になってたんだ。じゃあ上級貴族を国司にしたらいいんじゃないの？できないんだ。え？なんでよ。律令制では、国の役人は位階を与えられて、位階に対応する官職に任じられる、官位相当制というものがあったんだけど、なんと頭領になれるのは中下級貴族だけだったんだ。まさかの。だから上級貴族を治療国主にして、頭領になった自分の指定や近親者を通して収入を得させようとしたのね。そういうことなんだぜ。で、なんで治療国制の話が始まったのよ。実は院も院分国って呼ばれたりする治療国を持っていたから、近従を頭領に任じたりすることで大きな収入源になったんだ。なんだかうまいことできてるわね。もともとこの治療国制っていうのは、院なんかに特定の行政国の頭領を推挙する権利を与えて、そこから経済的利益の配分を受けることで俸禄の代わりとする制度、院部分国制が発端でもあるんだけどな。もともとそういう仕組みがあったのね。さらにこれだけ権力を握るようになった白河法皇のもとには、その権威に頼ろうと、荘園の寄進も増えるようになったみたいで大きな院の経済基盤にもなったみたいで、上皇や法皇は天皇という堅苦しい公的な立場ではないことで、天皇以上に思い通りに資産を増やしたり権力を行使できるポジションになっていったんだ。次第にこのポジションめっちゃいいじゃんって気がついたのね。とはいえ白河法皇も何でも思い通りになる権力を持っていたわけではなくて、天下三不如意といって、当時は洪水を起こす暴れ川だった鴨川の水、そしてすごろくの祭と山法師、この三つだけは思い通りにできなかったみたいだぜ。山法師？比叡山延暦寺の僧とのことで、当時の延暦寺なんかの武装した僧は気に入らないことがあると、真意を盾にして朝廷に訴えかける豪僧を頻繁に行ってたから、朝廷も頭を悩ませていたんだ。さすがに神様を盾にされたら白河法皇でも勘弁してくれよってなったのね。さて、ざっくりと院政はこんな仕組みだったわけなんだけど、白河法皇は鳥羽天皇の第一王子の崇徳天皇を好位につけた後に崩御。だけどこのポジションの良さに気づいた天皇たちはこぞって院政を始めるんだ。そりゃそうなるでしょうね。上皇には摂政や関白といった面倒なしがらみもなさそうだし。その後は鳥羽上皇や後白河上皇が院政を行ったんだけど、後白河院政の時代には次第に平家がその勢力を伸ばしていくと、平清盛が後白河院政を停止した事件、治承三年の政変が起きたりといった感じで、次第に上皇や法皇の権力というものにも揺らぎが見え始めてくるんだ。少しずつ武士の世に変わっていってる感じね。さらに治承寿永の乱や、源頼朝が鎌倉幕府を開いたりといった感じで世の中を動かす原動力が武士に変わっていき、後白河法皇の孫にあたる後鳥羽上皇の院政期には、朝廷の権威を取り戻そうと、鎌倉幕府に戦いを挑んだ承久の乱で敗北。結局自身は流罪となった上、院政の財政的基盤だった荘園が一旦幕府に没収されたりといった感じで、朝廷の権力はさらに削られてしまい、武家政権の影響力が高まっていくことに。すごい転換点だったわよね。とはいえ上級の乱以降も院政は存続され、後に後醍醐天皇が新政を行い始めると、一時院政は中断することになったんだけど、その後北朝による院政が復活、さらに室町時代になっても院政は継続されたんだけど、後円雄上皇の院政の時代には室町幕府三代将軍の足利義満と対立、さらに後円雄上皇の自暴自棄な行動が目立ったことで地天の君の権威が失墜すると、義満は後円雄天皇を退位させて地天の権限を剥奪した上で、自らが新帝の後小松天皇の後見になって影響力を強めたから、義満の院政なんて呼ばれたりもしたみたいで、義満が亡くなった後には朝廷から、太政天皇の尊号を送られたりもしてる。いや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 、武士に太政天皇、とんでもないことになっちゃってるわね。結局幕府側が辞退、宣下辞退なかったことにされたみたいだけどな。そりゃそうよね。その後後小松天皇が上位して院政を復興したんだけど、なんとこの頃になると将軍足利義持が院宣の事前審査を行うようになってたみたいで、院宣は幕府、義持の管理下に置かれることになったんだ。院宣の事前審査って、ついにそんなことにまでなっちゃったのね。そして1433年に後小松院が崩御すると、院政は事実上の終焉を迎えることになり、後小松院の次に上皇になった後花園院政の時代になると、あの応仁の乱が始まり、
これ以降、院が送電してきた荘園なんかは武家によって横領されたりするようになったみたいで、院の所領なんかは有名無実と化していってしまったんだ。戦乱の時代になっていっちゃったのね。その後戦国時代を経て江戸時代となると、禁中並びに公家諸法度に基づいて江戸幕府は朝廷に介入。後水尾上皇や、最後の法皇となる霊源法皇、桜町上皇が院政を行ったんだけど、江戸時代の院は、公家社会以外への支配権を持つことはなかったんだ。もう完全に武家政権の世だしね。そして1817年、降格天皇が上位をして上皇になり、院政を行ったんだけど、この降格上皇以降は院政も行われることはなく、降格上皇が最後の太政天皇となったんだ。あれ？今も上皇っているよね？実は秋人上皇陛下のあの上皇は、上位した天皇に用いられた太政天皇の略称ではないんだ。どういうこと？語源としては太政天皇の略称なんだけど、上皇というものが正式な称号であって、天皇の大位等に関する皇室典範特例法に基づく日本の天皇家史上初の称号という位置づけなんだ。位置づけ的には別物ってわけなのね。ということで降格上皇による院政や太政天皇が、この国では最後のものになるんだ。結局武士が力を持ち始めたことで、朝廷の影響力も低下すると同時に、院政の影響力も低下していった感じだったのね。白川法皇が院政を始めたと同時に、北面の武士で平家を登用したから、結局武士が力を持ち始めるきっかけを作っちゃった感じではあるよね。まあなんとなく院政っていうものが何なのかは分かった気がするわ。よかったんだぜ。っていうことで院政の解説はここまで。本当に最後までご視聴、ありがとうございました。これからも歴史に関する解説を頑張っていくので、ぜひ高評価ボタンと、面白いなって思ったらでいいので、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それではまた次回の解説で。